はいさい。おはようございます。チャンプです。まあな、アメリカでは、まあ、ビッグイベントの一つ、ワールドシリーズ、まあ、プロフェッショナルの野球なんですが、まあ、ロジャースが優勝したということで、おめでとうございます。まあね、ロジャースの監督のデイブのお母さんが、日本人、まあ、沖縄出身の方だっていうことで昨日は思わず勝ち足を踊ってしまったっていう、ことなんですが、まず日付からいきますね。日付がですね、今日は、10月の29日木曜日ですね。日本は、ここカリフォルニアが28日の、水曜日です。時間がですね、日本は、午前2時56分ですね。夜中です。で、ここカリフォルニアが、10時56分。で、ちなみにニューヨークはもう午後の1時56分っていうやつなんですが。今日ですね、昨日か。Mr.N さんとミセス S さんにごちそうをいただきまして、久しぶりに食べたサーモンの鴨めっちゃ美味しかったです。ありがとうございます。ごちそうになりました。それと団子もありがとうございます。それとですね、まあ健康、沖縄って言ったらまあ夏バテ、まあもうちょっと冬も足早に近づいてるんですけど、やっぱりね、沖縄を代表する食べ物というとこれですね。ゴヤ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 っていうやつなんですけど、これいただきました。ありがとうございます。もうね、僕もゴヤ大好きです。小さい時はね、苦くてやっぱ食べづらいっていうやつなんですけど、まあ皆さんよろしければラジオ体操しましょう。まあね、ゴヤを持ってダジョウ体操っていうのもいいのかなとかっていうやつですね。昔はな、千葉さんっていうテレビ番組でゴヤマンっていうのがなんか一時結構流行りましたね。なんかゴヤっていうのは沖縄ではよく夏バテにいいよとかっていうことをよく聞きますけれども、なんか噂ではいろんな病気の対策にもいいんじゃないかっていうふうに聞くようになってきましたよ。こうゴーヤーね、なんか中にはがんにも効くっていうふうなことを聞きますよね。なんかゴヤを持ってダジョウ体操するっていうのもこうありえないみたいな感じですかね。なんか元気が出てきたな。違うか。なんかゴヤってこのブツブツが可愛いっすよね。皆さんゴーヤー好きですか？まあね、やっぱりこう食べ物でも健康にいいよとかっていう食べ物がね結構ありますね。まあ沖縄ではやっぱりこれが代表的な健康にいいっていう食べ物ですね、ゴーヤーね。良い子の皆さんはゴヤ持ってダジョ体操しないようにしましょうっていうやつですか。違うか。
なんかでも今日はテンション上がってますね。やっぱゴヤパワーですかね。持ってダジョウ体操した人って多分聞いたことないですね。ゴヤゴヤでした。まあ皆さんもね、まあ食べたことない人はいないと思いますよね、ゴヤ。まあいろいろな食べ方があって、ここカリフォルニアではベトナムの人とか、南方系の方々もこうゴヤをね食べられるらしいんですけど。ちょっとね、こっちのゴーヤーはこんなにこう粒があるやつじゃなくて、なんかね、粒がほとんどないゴーヤーなんですね。だからこう、これ沖縄産の種で作ったゴーヤーなのかなとかって思ったりしますけどね、かわいいっすよね。まあ健康っていうか病気にはいいよとかって言ってゴーヤーに話をするとね、いろんな病気に効くよとかっていうことなんで、ゴーヤーにも耳があるっていうことなんですかね。よく効くっていうことで違うか。私また野菜、今日はゴーヤーダジョウ体操でした。また野菜ピュッ。